第19回日本レコード大賞は1977年12月31日に帝国劇場で行われた19回目の日本レコード大賞である。部門賞の発表は11月22日に第19回速報、日本レコード大賞のタイトルで定劇で発表された。この回では開始以来単独担当だった男性司会が2名に増加。 今までの高橋慶造を番組を総括する総合司会ポジションに据え細部進行を担当する司会ポジションとして当時テレビ番組ピッタシカンカンとトップスター賞歌ある限りを担当していた久米宏が新加入そして女性司会は森光子から黒柳で子に交代放送時は主に久米の黒柳のコンビが舞台ベタの司会ブースで進行全般を担当し 上手に一人用の司会ブースを用意された高橋が随所にそこから両司会者をアシストする形で進行に関わる形となっていた。なお、久米と黒柳はすでに翌年に1月からのスタート予定となっていたテレビ音楽番組ザ・ベスト10の司会を務めることが決定しておりその宣伝を兼ねての起用だった。この他前回ではなかった補佐役が復活当時飛べ 孫悟空のナレーターで人気を上げた小島一景が主に会場レポート等を担当した。第19回の大賞は沢田賢治の勝手に仕上がれに決定した。沢田賢治は初の受賞。この年の大賞候補曲ベスト10は、八代秋の愛の終着駅、松崎茂の愛のメモリー、野口五郎の風の駅、沢田賢治の勝手に仕上がれ、桜田純子の 気まぐれ、ビーナス、山口桃江の、秋桜、岩崎博美の、思え周期、石川さゆり、津軽海峡、冬景色、小柳ルミ子の、星の砂、西条秀樹の、ボタンを外せである。審査員の得票は、沢田賢治、勝手に仕上がれが42票、時点の石川さゆり、津軽海峡、冬景色が3票、3位は、山口桃江、秋桜と、 岩崎博美、尾え周期が2票など、沢田の圧勝だった。この回から、従来の、作詞賞を、西条八十賞に、作曲賞を、中山新平賞に、名称変更した。西条八十賞は、悪友、佐田正史、東武美、松本隆龍竜町子らがノミネートされ、決戦投票で、佐田が30票、悪が19票を獲得し、佐田の受賞が決定した。 中山新平賞は、大野勝夫、佐田正氏、徳倉朱一、三木隆森田光一らがノミネートされ、決選投票で、三木が26票、徳倉が23票を獲得し、三木の受賞が決定した。編曲賞は、総領、安則、竹村二郎、魔界野康二、萩田光夫、船山本吉らがノミネートされ、決選投票で、船山が28票。 マカイノが21票を獲得し、船山の受賞が決定した。企画賞は RVC のビューティペア、CBS ソニーのソウルコレっきりですか定築の55かけふ、東芝 EMI の演歌の源流を探る日本コロンビアの宇宙戦艦山と日本フォノグラムのオレンジ色のランプ、ビクター音楽産業の日本のジャズポピュラー戦前戦後編。 ポリドールのダークダックスにより蘇る大賞ロマンの発射がノミネートされ、決戦投票で、ビクター音楽産業が27票、東芝 EMI が22票。3社名は、RVC が32票、CBS ソニーが17票となり、ビクター、東芝 EMIRVC の受賞が決定した。特別賞は、満場一致で、小畑みのる、小林明、フランク長井。 カスガ八郎に決定した。新人賞は、まず、清水健太郎が過半数の25票を獲得し、真っ先に受賞が決定。続いて2位は、高田水江とカリウドの決戦投票で、高田に3位はカリウド、4位は田川洋介と清水幸子の決戦投票で、田川に5位は清水と榊原育江の決戦投票で、榊原に決定した。 大衆賞は、キャンディーズ、ゴーヒロミ、ダウンタウンブギューギュバンド、ビューティッペア、ピンクレディーらが候補に入り、ピンクレディーが45票、里とキャンディーズが各2票で、ピンクレディーの受賞が決定した。今回は、審査に当時最先端のコンピューターが導入された。最優秀歌唱賞,賞は、八代明、前年第18回に続いて2年連続の受賞。視聴率は、 前年より8.9%上昇の50.8%で歴代史上最高視聴率を達成。そして同番組でのこの最高視聴率の記録は2020年現在でも未だに破られていない。ABCDEFGHI タイムカプセル1977輝く日本レコード大賞 TBS ブラリブラリ2016年6月27日 ありがとうございます。